はい、今回はこのコペンを購入したいきさつについてお話ししたいと思います。今ちょうど今日から、1週間晴れ予報なので洗車をしました。洗車をしたといっても、ダイハツのキラーコートっていうコーティングをやっているので、水道のジェットをバーってぶっかけて拭き取るだけなので超簡単なんですけど、それですごいピカピカになったので、ちょっと最初にそちらをご覧ください。はい、ということで、今日はこのコペンを購入したいきさつについてお話ししたいと思います。でそもそも、僕は、キャンピングカーを所有していて、まあ、キャンピングカーちょっと大きいので小回りが利くセカンドカーとして、日産モコに乗っていました。でこれは、キャンピングカーのセカンドカーとして購入したわけではなくって、まあ私はキャンピングカーに乗っていて、嫁は、その当時はビッツに乗っていて、僕はキャンピングカーで普通にコンビニ行ったりジムに行ったりとか、別に私用でもキャンピングカーを使ってたんですけど、たまたま父親が、軽自動車、会社で使っていた軽自動車をがいらないっていう風になって廃車にするって聞いたので、じゃあちょうだいって言ってもらいました。で、まあ、父親は仙台に住んでいるので、送ってもらって、多分5万円ぐらいですかね、リックス。輸送代が、5万円ぐらいで、日産モコを手に入れました。それをセカンドカーとして乗っていて、車検は2回受けたので、4年くらい乗っている状態でした。で、去年、そのモコにちょっとガタが来て、エアコンがまず冷えなくなったと。まあ、ここ沖縄県なので、その夏がすごく長いので、エアコンが冷えないのは結構致命的で、直すとすごくなんか何万もかかるって言われたので、エアコンガスの補充をして、エアコンガスの補充は1000円ぐらいで、軽自動車なので1000円か2000円ぐらいでやってもらって、で補充するとエアコンが冷えると。でそれをワンシーズンで2、3回やる状態で、まあ、何万もかけて直すよりは多分5000円ぐらいでワンシーズン使えたので、それでしのいでたんですけど、まあ、他にもちょっと、異音が出たりとかして、ちょっとガタが出てきたので、まあ、そろそろ買い替えなきゃいけないなっていう風になりました。車を探したんですけど、まあ、どうせセカンドカーなのでもう遊ぼうと思って、で、いろいろ検索した結果たどり着いたのが軽キャンピングカーを購入しようと思って、まあ、ネットで検索して、もうこれにしようっていう、もう今、画像出しますけど決めました。もうこれで連絡してこれ買っちゃおうっていうところまで行ったんですけど、そこで思ったのが、まあキャンピングカー1台持っていて、さらにセカンドで軽キャンピングカーを購入すると、もともと持ってる大きい軽、キャンピングカーに乗る機会がかなり減ってしまうのではないかと思いました。やはり軽キャンピングカーの方が小回りが利くし、まあ、一人で行動するにはそっちの方が使い勝手がいいはずですので、軽キャンピングカー買っちゃうとキャンピングカーを所有してる意味がなくなっちゃうのかなと思って、一回ちょっととどまって、で他になんか面白い車ないかなって思ってた時に、まあ、ここ沖縄県なのでオープンカー乗ってみたいなと思って、オープンカーも探しました。まあ基本まず高い価格が高い
で、まあ外車ですと大きい。で、まあセカンドカーとして、まあこの辺ちょろちょろ走るのに、まあ軽自動車がすごく使い勝手が良かったので、あんまり大きいセカンドカーも必要ないなと思ってて、うん、どうしようかなっていう時に、ダイハツのコペン、この車ですね。この車を知りました。ネットで検索してたら、ちっちゃいオープンカーになって見てったら、あれダイハツが出していると。で、軽自動車、しかも軽自動車であるというので、こんな車あったんだと思って、で僕43年間生きてきて、まあ、コペンっていう車の存在を知らなかったので、びっくりしました。で、まあ、検索した結果、すぐ近くの、ダイハツに、コペンの中古車が1台あったので、その場で、予約を取って、翌日見に行くことにしました。で、見に行って、即決。オープンする。このまま、実際に走らせてはいないんですけど、ここにこう乗って、まあ狭いけど、まあ楽しいな、みたいな。で、オープンした時の感動はちょっと忘れられず、もうその場で、これ買いますって言って、契約をした形です。で、まあ、軽自動車なので、すごく、燃費もいいですし、で、小回りも効くし、まあ、セカンドカーなので、すごく、ちょうどいいなと思って、購入しました。で、僕は、車を買うときは、ディーラーで買うっていうふうに決めていて、やっぱディーラーってちょっと高いんですけど、どうしても、昔から、まあ、こういうこと言うと、あれね、普通の車屋さんに怒られちゃうんですけど、普通の車屋さんで購入すると、どうしても故障箇所が多かったりとか、故障期間が切れてから壊れ始めたりとかっていう経験を結構してきてるので、もう、ディーラーで買うっていう風に決めていて、で、その時、沖縄県のディーラーでコペンの中古を売っているのは、2店舗しか、なかったです。今はちょっとわかんないんですけど、その当時は2個しかなくって、すぐ家の近くでこの車両。で、もう1個が名護って言って、美ら海水族館の方なので、かなり遠くなんですけど、そっちの方でもう1台、2台しか売ってませんでした。まあ、家の近くのところから買ったんですけど、このコペンは白と黒のパンダカーなんですけど、もう柄は何でも良かったです。もうコペン、だったら何でもいいっていう、オープンカーだし、電動だし、それでいて軽で経済的だしっていうので、コペンだったら何でもよかったので、たまたまコペンエクスプレイっていう種類の、この白黒のパンダカーだったんですけど、別にエクスプレイじゃなくてもよかったですし、色も何でもよかったです。もう変えればいいや。コペンだったら何でもいいや。っていう感覚で、いました。たまたま、そこにあったのがこの、車だったっていうことです。で、まあこの車が、総走行距離が 2900キロ、約2万1000キロで、トータルで車検も取り直し、車検も半年ぐらいしか残ってなかったので、一回切って取り直してもらって、トータルで152万円で購入をした形です。去年2021年の9月までコペンっていう車、この車の存在を知らなかったので、そこから、まあ、知って、現物を見て、見せられて、即購入っていう、まさにキャンピングカーを購入した時と同じような形でした。もうキャンピングカーの時も、もう、ネットとか雑誌で見て、うわ、すごいなと思ってて、実際見に行って、中に入って、よし、もうこれ買おうっていう風になったので、そういう感じになってます。まあ、以上が、私がコペンを購入したいきさつになってます。